感度とかセンスっていうのが関係してくると思うんで、そういうのって GDP が伸びてから、経済成長してから遅れてやってくるもんだと思うんで。 Hello, this is WF。じゃあ今回は、今日本のブランドって企業が中国に進出してるのが多いってことで、まあ、なんでかっていうところと、まあ、メリットデメリット含めていろいろお話をさせていただければと思います、うん、中国に進出してる日本ブランドが増えている理由みたいな、ね、はい、そうですね、うん、多分今すごく多いと思うんですけど、まあ、たくさん理由はあると思うんですけど、うん、多分大きいとこは2個あって、はい、1つは、まあ、アジアで近いんで、サイズ感が近いっていうところと、うん、まあ、気候も近い部分があるので、うん、アイテムカテゴリー的に被りやすい、はい、でかつ近いんで旅費、交通費等々も安い、うん、それは行きやすいっていうのがあります、うん、多分それが1個目かな、単純に、はい、で2個目は中国国内の話で、まあ、中国が伸びてるって、まあ、どこでも聞く話だと、うん、思うんですけど、はい、まあ、GDP だけで見ると、うん、多分去年とか一昨年で今多分中国 7% 成長とかで、まあ、めちゃくちゃ伸びてると思うんですけど、うん、中国のこれまでで見るとちょっとトーンダウンしてると思うんですよ、ね、うん、けど言っても伸びてるっていうのが一つと、あと、まあ、僕らが今話してるこのファッションのマーケットで言うと、やっぱ感度とかセンスっていうのが関係してくると思うんで、うん、そういうのって GDP が伸びてから、経済成長してから、遅れてやってくるもんだと思うんで、逆にそこのタイムラグがまだあって、はい、むしろ今一番その感度っていう意味では、うん、上海だったり北京だったり、うん、まあ、深圳だったりっていうところで、いわゆる一番の都会ではガンガン伸びてるっていうのがでかいんじゃないですかね、うん、メインのところで言うと、多分まあおそらく今上海がファッションっていう観点においてはメインストリームって考えがいいと思うんですけど、まあ、少し前まで北京にもね、あのファッションウィークが一番盛り上がって、むしろそこが1位というか、うんうん、一番盛り上がってるって時期もありましたもん、うんうん、そうですね。それが上海にかこう徐々に変わってきたっていうのはどのくらい前かな、はい、どうだろう、10年前だとまだ結構北京っていう感じが強くて、うんうん、2008年、はい、9年、そうですね、潮目はでも万博ぐらいからやっぱり、万博、北京オリンピックが2008年で、はい、万博が2010年から、うん、そこからまあどっちの年もぐっと成長して成熟しつつ、うん、で上海がこうなんとなく商業的なものは上海だよねっていう色がつくようになってきたんで、うん、はい、まあ、その辺がでかいんじゃないですか、ね、うん、じゃあ今、まあ、日本のブランドとか、まあ、インディペンデント、まあ、デザイナー付けのブランドも含めてですけど、まあ、進出していくってことを考えたら、まあ、上海 が一番正しいと言っても間違いはないです。そうですね、うん、北京に自分たちのパートナーがたまたまいるとか、うん、はい、いう限りじゃない限りは、うん、まあ、基本的には上海がいいと思います、うん、なぜ今こうしゃ、まあ、小野さん日本人の感覚をこう持って今中国に住んでると思うんですけど、まあ、外から、まあ、内側から見た時になぜここまで日本のブランドだったり日系の企業だったりとかが中国に進出してくるのかっていう観点についてはどのようにお考えですか。どうなんですかね、うん、まあ、日本ブランドに限らず欧米ブランドとか見ても、うん、まあ、韓国ブランドも、はい、うん、国内に限界が結構来てて、うんうん、伸びてるところに行かなきゃいけないってなった時に、うん、なんか経済だけ見てる時に、うん、まあ、中国以外だとインドとか、はいはいはい、ドバイとか、ありますね、まあ、ちょっと違いますよね、うん、ファッションとして見ると、まあ、気候とかも含めてっていうところはあるんですかね、うんうん、だからアイテムというか商品カテゴリーによっては、うん、そういうアパレルとかアクセサリーじゃない、うん、ファッションじゃないものだったら他もあると思うんですけど、うん、まあ、そのあたりっていうのは中国が魅力的に見えるんじゃないですかね、うん、ことファッションってことにおいては中国にっていうのは、まあ、僕たちはね日本人の感覚からしても、まあ、行きやすいっていうところもあるかもしれないですね、うん、ですね、うん、